日本の裏側にある南米大陸のほぼ中央、ブラジルとアルゼンチンに隣接する国、パラグアイ共和国。およそ7000人の日系人が住み、非常に親日的と言われるこの国から、ルゴ大統領が初来日。5月30日、野田総理が会談を行いました。まずは大統領の訪日を歓迎いたします。東日本大震災に対しましては、パラグアイさんの大地で作った航空100万兆を被災地に届けることの支援が行われました。100万兆の豆腐。これは大豆の輸出量世界第4位のパラグアイから日本へと送られた大豆で作られ、被災された方のもとへ届けられました。昭和の初め、日本からの移住者、彼らが種をまいたのがパラグアイの大豆生産の始まりでした。その後も日本から技術支援などが行われ、生産を拡大。現在ではパラグアイ第一の輸出農産物にまで成長しました。それが今、100万兆の豆腐となって被災地の支援へとつながったのです。これにより両国国民の間の絆がより一層強められたと思います。ベアリステイドメッシードエタバンンモメントムイインポルタンテンサンフェシオネスポルケシビエンゲオグラフィカメントサムスレフォス、yo creo que culturalmente y económicamente hay aspectos de complementariedad que podemos seguir trabajando juntos. その関係をさらに深めるため、今回の会談では経済面の関係強化などについても議論。総理は昨年来、パラグアイでは日系企業による事業展開が進んでいる。今後のさらなる投資環境整備のためにも、日本企業の円滑な事業展開に支援をお願いしたい旨述べました。ルゴ大統領は、パラグアイは農業国であるが、将来的には工業国となることを目指しており、鍵は外国からの投資である。技術移転を通じ、一次産品に価値をつけることを目指している旨応じました。歴史的にも、リスキリングを通じ、強化の協力の基盤があります、パラグアイは、引き続き、国際条約の協力を促進をしたいと思います。